今回、新しいイベント、極道の松たちが始まってるんですけど、いや寒いね。先にちょっとすいませんね。無理無理無理、人に注目されたくないんだから。そうですね、前回のイベント意外に変態だったっていうね。いや参ったね、収まんない。働かない勇気、これであなたも自由になれるなんですけども、イベント裏でやりました。やばいよ。やったんですけど、で一応全キャラ1体と2体手に入れて、まだだね。一応でそれの実験も撮ったんですけども、服装が服装だったもので、すいません、ちょっとね、これはアウトに近いなと思って、ちょっと撮ったんです、ちゃんと撮ったんですけど、お蔵入りになりました。いや寒いね。なのでこっちになります。で今回、クリスマス20176色サンタシリーズ新登場と、しかもフルボイスですね。クリスマスガチャ、ちょっと待って、一瞬でポン、あっと、20歳超えてやばいよ。不具合のお知らせ、あっとイベントが始まる。これ今日のアジェンダです。そういう仕事なのね。そうなんだ。なんだお前。は？だあ！ははは！何くつろいでんの？いやあ。わかんねえよ。ただいま。怖い。十四末怖い。ここでストップなの。今回も似たような感じかな。ウィートボール貯めて、で5が初期のチャンス、はは、今回はないのね。これはないのね。これないのね。ちょっと待てよ、ちょっと移動したい。よし、これでいこう。新しいイベントと、今これご覧ください。雪が降っております。これも新しく実装されました。ここにですね、あと月のマークがあったんですが、月のマークを押すと夜になります。そして朝にもなります。朝昼か、わあ夜、これ幻想的だね。そしてここにあるところで、基本設定、ここに雪を降らせるというのがあります。これをオンにすることで雪降らせられます。あと通知がね、通知まだないかな、大丈夫かな、こうなんですけど、通知が来た時になんか喋るようになるらしいです。島松の方で、よし、おそらく関係ないのかな、おそらくマナーモードをオフにしている状態で放置していると、突然喋り出す可能性があるので、多分その場にいる方びっくりすると思うんでね、いきなりおそ松さんの声が聞こえるぞみたいな感じだったら、こっちはまだ、そこはお気をつけください。その目、
君は我々側の人間だ。そしてもう一つ、今これの、キャンペーンがありまして、スクショキャンペーンとありまして、こちらお知らせに載ってるかな。スクショキャンペーン、ツイッターの方でですね、ハッシュしままつ、ハッシュおそ松さん、ハッシュクリスマスをつけてツイッターに投稿することで、応募ができ、まあ応募と言いましょうか、これでツイート数の数で、これだけのものがもらえると。 16,666 ツイートを、クリスマスまでに集めることで、で、最終的に金色のエスパニャン小僧が手に入るらしいです。欲しいですね。なんで皆さん、どんどんどしどし、ツイッターやりましょう。投稿しましょう。自分も裏でね、投稿する予定なので、ちょっと見にくいんで、ね、まあ、昼にしますけど。そう、新しいものできたんでね、一応クリスマスムードなんですけど、我が計画は完璧だ。ドン、ブラック工場。もう何、おや、おそ松ざんすか。とどまつだけど、マジなんなの。超ホワイト企業が。どういうこと？ちみちみ。ざんすね。真っ暗なんでしょ、絶対。真っ黒なんでしょ。え？あ、待って。違う。わか、数字出てるの。何の話ざんす。それじゃ。じゃあよろしくざんす。やった。しょうがないね。コッティの。あ、お、お、なんだこれ。え？え？え？ビール瓶とクリスタルとギャメテルが必要。おそらくこれ。あー察し。あー察し。そういうことなのね。そっかそっか。そっかそっか。進められないと。いやー、ガチャもしたいんだけどな。星5確定ガチャ。お、1回だけできるんですね。ほう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 。必ず星5が出てくれる。いいですね。ちょっと、引いてみたいな。さすがにちょっと引いてみたいな。新品のトドマツ。まあイベントちょっと進めるかどうかちょっとわからないですけどね。前回のこっちの方が。おっと、これが危ないなこれ。本当に進化させると本当に。覚醒させると本当にね、自撮りの背後に全裸で映り込む、すごいことになってる、ね、いやー、お蔵にしたくなかったんですけどね、泣く泣く。新品のトドマツ。いろいろ進めたいけど、マネージャーのチョロマツです。どうだ、ランクも少しずつ上がってくるんでね。まだ34じゃないけど、これを
35が出ないからこれも使えないですし、カカオを取れるようになりました。ちょっと裏で引くかもしれません、ガチャ優勝ガチャ。レアボイス星さんにね、レアボイスよりフルボイスですからね。まあ、ちょっと紹介だけなので、ちょっと短い、ちょっと短いんですけど、今回は。はい、ちょっとね、前回のがちょっと短かったんで、少し、日にちを空けて、ちょっと飽きちゃったんですけど、ね、2日ぐらい空けた感じですけど、まだイベントもやってないんですけど、これをね、開放してなかったんで。だよん、なんか。あ、今美味しさあったかな。ないわ。だよん。ん、だがひらがなだけど。やばい。だよん。ね、まずいよ。嘘だろ。あー吸い込まれたのか。新しいガム。あ、あーこれだ、使うんだ、バット。だよー、違う。ほう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 、バットだよー。あ、嫌味の、またここした。これで、あれができるのか。だよー、嫌味の花。あー、それで、これができるのか。あー、足りない。これは足りる。怪しく光る延べ棒。はあ、ふっ。あ、待てよ。どんよりどんよりザワザワではない。だよー、世の中の幸せ全部抹消。これだよな。必要なのはね、これが先進んでないんだよな。一つ相談がある。カラマ先生そういう格好なの。今さっきなんかね、これが届いたんですよね。ちょうど今届いたところです。これは取れるっていうか、溜まってるから。よし、これなんて言うんだっけ、いびつじゃないよね。杯でいいんだよね、多分。杯だよね。うん、連続ゲットしたからね。ビリーを取ろう。あー、色変わった。植え直しだ。ここと、あと確かリンゴ。あー、ここもか。おっと、カマが足りなくなってきた。この1個が取れない。
7か7は辛いな。我が計画は完璧だ。よし、置いとこう。見づらいな。ちょっと位置ずれたかな。まあいいや、これで。鎌が足りなくなってきた。人に向いてもらえるのを待つか。多分ここも買ったら多分大丈夫だ。の背後に全裸で映り込む。墓王は新品のお粗末。大丈夫だった。イチゴはアウト。収穫。の、ストーリー解放。先読んじゃおっかな。読んじゃえ。へい。大丈夫かな。ね。ああ。どういうこと？あ。いや、いいから。おい。はあ。ね。毎回勝つんだ。なんで？やるわけない。そっか。十始末やっぱり。ああ、なるほどね。イカサマじゃ、イカサマじゃなかったら本当に強いもん。そうなんだ。ってなんでだ。ムカつくなお前。ああ。普通に言うな。てか何なんだよお前たち。確かに。確かに。確かに。適当すぎんだろ。え？はあ、こういう感じ。あ、うん。鍵またゲット。残るはポテトだ。ポテトは募集しよう。皆さんのお力をお借りしください。そういう時はね。アピールを。まだチョコ作れないのかな。よく見てないからわかんないけど。この宝石も重要なのかな、結局は。あ、ほとんどないよ。ほとんどない。どうしよう、ほとんどないや。作らなさすぎ。ほぼ1個だ。
ドン。ここもいいな。ドン。ハタボーでなんか鎌でも売ってないかな。あ、こっちは売ってた。端材はいる。全部もらおう。フレンドさんの方もチェック。なんかあれば、釜ない。釜がない。本当に釜不足になるもんだな。釜ないか。ないな、綺麗だ。ないか。ないね。残念。これはゆえの放置。して、じゃあ戻ろう。お、おさますにさん。ゆっくりしてけよ、バラ。渋谷怖い。新品の中始末。あの大学生の幸せにすればいい。全部抹消。さあ、チェック。早い。早い。ありがとうございます。さあ、あ、まだまだ無理だな。でもとりあえず体買っとく。ダメだ。ダメだ。新品の重始末。小学生が相手でも女子というだけで緊張。新品のカラマツ。できればな。欲しいんだけどな、いろいろ。ちょっといろいろあちこち見て回るか。40秒の間に。ああ、材料が足りない。ゆっくりしてけよ、バル。トウキビ、確か少しは残ってるね。よし、童貞の力を見せてやれ。大根、大根が少なすぎる。ぐらいか。鳥の背後に全裸で映り込む。あーあっと、新品のおそばつ。ハサミじゃないんだよな。あの大学生を役立てにすればいいんだね。新品の中始末。マネージャーのチョロマツです。大根を上直そう。小学生相手でも女子というだけで緊張。大根でしょ。新品のカラマツ。世の中の幸せ。トマトでしょ。我が計画は完璧だ。人参も使うか。うん、使うね。自撮りの背後に全裸で映り込む。新品の一末。新品のお粗末。あー、やっぱり上げてなかった。クロース。あとは大丈夫かな。いや、こうやってない。これだ。ここもいけるな。醤油がない。で、あとケーキ湯げる。あとは大丈夫かな。自撮りの背後に全裸で映り込む。ここは足りない。新品のおそばつ。ここ5倍かなりだけど、ちょっと誰も使えない。誰もなんだよな。卵も一応もらおうか。あー、こっちか。鉄球用か。
ちょこっとやればな上がるんですけどね。あ、あーそっち。大学生を安崎にすればいいんだね。しどりの背後に敵が出映り込むだろ。新品のお粗末。メガ。マネージャーのチョロマツです。とこうしとこう。よし。今のところやれるとこれぐらいかな。ツイッターの方では、うん、上げる予定なんですけど、まだ上げてないというね、今現在。というわけで、ちょっと再開して、ちょっとだけ進めました。新しい、ね、新しいところも増えたんでね。というわけで、今回は